はい、皆さんこんにちは、タイピョンです。今日も一日よろしくお願いいたします。今回の動画なんですけども、こちらでございます。ダン、デレレレデレー、インパクタ。今回の動画はこちらでございます。ダン、デレレレデレー、インパクトドライバーでございます。これをね、バングッドで仕入れたので、ちょっといろいろ試して実験してみたいなって思うんですけど、あ、まあマキタのパクリと言われても仕方がないカラーリングだと思うんですけど、このインパクトの本体、 18V のバッテリーが2個、 AC 充電器、これらが全部合わさってだいたい日本円で1万1000円ぐらいでした。安いだけじゃなくて、まずスペック的なものとしては 18V のインパクトレンチ、インパクトドライバーでございます。すごいのが800Nなんですよ。 800N、 やばないですか。車のダンプとかトラックのホイールナット外すときってだいたい400とか 500N ぐらいあるんで、こういったインパクトで緩めることっていうのは到底無理なので、こういうマシンガンみたいなもん持ってぶっ刺してドラララララって緩めてやっとホイールナット外せるぐらいなんですよ、その400Nとか 500Nっていうのは。でそれをはるかに上回る 800Nあるっていうことで、これもねちょっと後で試したいと思うんですけど、とにかくまずトルクがすごいと。で次にいいなって思ったのが、マキタのパクリっていうだけあって、マキタの本物のバッテリーでございます。これ18じゃなくて 14.4 なんですけど、これもねやっぱりマキタ互換なんで、こんな感じで装着できて、こんな感じで問題なく動くんで、マキタの電池を他に持ってるんであれば使い回しが効くっていうのがすごいいいなって思いました。一番いいなって思ったのがここなんだけれども、これドライブの部分見えるかな、ここ2分の1のドライブなんですけど、真ん中に六角刻んであるんですよ。なのでこういったビットを装着して使うことができるということがすごいいいなと思って、このインパクトレンジちょっと仕入れたんですけどうん、いや、800Nはねえだろうとは思うんですけど、ちょっとね、今からいろいろこれを使って試していきたいと思います。来た来た来た、めっちゃ見えるよね。はい、今トルクレンチを 110N で締めました。なので今から 110N でホイールナットを締めます。ちょっと待って、はい、こんな感じで今 110Nm で締めましたので、インパクトで緩めたいと思います。 19mm のソケットをつけて緩める方向で緩めたいと思います。電池のメーターが2個しかないんですけど、まあ 800N のパワーがあるんで、電池が1メモリ減ったとしても、まあ、600とか400くらいはあるはずなんで、一発で緩めれるはずなのでやってみたいと思います。は？どういうこと？どういうこと？いやー、そうだよね。考えてみれば充電してないバッテリーなんだからパワーなくて当たり前だよねっていう話なので、はい、充電していきたいと思います。じゃ軽いけど大丈夫かな、スカスカなんだけどすっげえ軽い。でマキタの充電器とかとは違って
て、ここに直接充電する、口があるんで、ここにぶっ刺して充電する感じなんで、充電してみます。充電ランプが光らないんですけど、どうなってんのこれ。おーい、充電ランプが光りません。何これ完全にゴミやんけ、完全にゴミやんけ。はい、というわけで今回の動画は以上となります。いやー、いっぱい準備していろいろ実験しようと思ってたんですよ。この、ペラペラの音でわかるでしょ。何も入ってないような充電器が多分これ壊れてて、充電さしても充電ランプ光らないんですよね。一応マキタの充電器も持っているんですけど、さすがにね、マキタの充電器に対してこれをつなぐっていうのはめちゃくちゃ怖いので、今回はそれはやめとこうと思います。あのマキタのやつはね、 7V から 18V まで充電できるんですけど、多分ここで、これマキタの電池なんですけど、ここでそのセル数っていうのを確認してると思うんですけど、この中華のバッテリーのやつはそういったものがないので、単純に発火爆発しちゃう可能性があるんで、さすがにそれはやめとこうと思います。こんな動画として成立すんの？